これオメガエリクシールの素材だ。ユニコーンの角か。おっと、扱いには注意じゃぞ。ユニコーンの角は清らかな乙女以外が持つとその不思議な力を失うというからの。清らかな乙女ね。そりゃまずいな、モテる奴がいない。はっ、失礼なことを言わないでください。けど清らかな乙女ってのは箸より重いものを持ったことがないお姫様とかだぞ。あなたの女性感かなり歪んでますよ。そうか。わしはむしろ3周回って清らかレベルカンストの乙女じゃが、ベルベット、お主はどうかの。フィー、あんたが持ちなさい。いいのかな、僕が持っても。さあね。でもオメガエリクシールを作りたいって言い出したのはあんたよ。あんたが自分で集められないならそれまでのことよ。そうだね、わかった。心配はいらん。マギルーが話したのはただの俗説。ユニコーンの角の正体は一角というクジラの牙だ。先に言ってください。なんじゃのアイゼン、残念な種明かししよって。少なくともマギルーはユニコーンの角は持てないな。とにかくリーブに報告に行こう。ラバン洞穴に向かった捜索隊がゴーマに全滅させられたそうよ。本当か。誘拐されたキャスパリーグ伯爵を探してる部隊だよな。おお、お屋敷で働いていた人間が子供に至るまで殺されて誘拐されたっていう例の。だが名門貴族の命がかかっているなら腕利きの大魔師様も加わっていたはずだろ。そのはずだけど、剣も槍も全部ボロボロに刃こぼれしていたらしいわ。どんなゴーマがやったのか。キャスパリーグか。オスカーのドラゴニア家と並んで代々ミッドガンド王国を支えてきた大貴族ですね。王家の懐刀と言われる家系じゃな。わしと違っていい噂は聞かんがの。王家の栄光の陰にはキャスパリーグがもたらす血類ありとかなんとか。あくまで噂です。確かにご当代のキャスパリーグ伯は清涼の台頭をよく思われず対立的立場を取られていましたが。貴族様の行方なんて興味ないわ。大魔師をやったゴーマの方は注意しておくけど。ああ、
こいつはかなり切りがいがありそうだ。リーブ、また素材を見つけたよ。そう、素材の解読は進んだ？ああ、もう一つだけね。どうしたの？また体調が。古文書の解読で分かったんだ。オメガエリクシールは12歳病を治すために作られた薬なんだって。12歳病？大昔からある不治の病だよ。12日ごとに発熱を繰り返し、それがだんだんひどくなって12歳になった時死ぬんだ。ラフィーと同じ。まさかリーブの病気って。そう、全く同じ症状だ。そしてもうすぐ僕の12回目の誕生日が来る。諦めないで。僕が素材を見つけるから一緒にオメガエリクシールを作ろう。無理だよ、間に合うはずない。もし間に合ったって、本当にオメガエリクシールができるかどうか。きっとできるよ、まだ希望はある。ライフィセットは自分が元気だから簡単に言えるんだ。君は僕と違って世界を旅できる。不思議なものもたくさん見れるじゃないか。イーブ、帰って。今は誰とも話したくないんだ。ライフィセット、元気を出してくださいね。ありがとう、エレノア。でも僕は本当にリーブの気持ちを考えてなかったよ。そんなこと。けど勝手なおせっかいでも、僕はオメガエリクシールを作りたい。助けたいんだ、苦しんでる友達を。はい、そのおせっかい私も付き合います。とは言うものの、記録にある限り12歳病の致死率は 100% のはずじゃぞ。どういう病気なんだ？子供だけがかかるごく稀な病だ。原因は不明、生まれつきのものと言われるが。病ではなく呪いという説もあるほどの奇病じゃよ。12日ごとの高熱、ラフィーと同じ。あの子も12歳病だったの。アルドリウスはそれを知っていたから、あの子を生贄にした。どの道助からなかったっていうこと。12歳で死ぬ運命だったって。そんなのあんまりよ。
僕も戦う。そこだ。食らい尽くせ。つむじ月下。とどめ。スカーレットエッジ。消え連続。そこだ。食らい尽くせ。つむじ月下。ついや。とどめ。スカーレットエッジ。そこだ。食らい尽くせ。つむじ月下。重ねかけろ。消え連続。つむじ月下。ついや。片付いたみたいに。行くわよ。
行くわよ。食らい尽くせ。超人とどめ。捕らえられない。ラレーストライフ。誰も支援連結。そつむじ結果そこだ。食らい尽くせ。つむじ結果次。僕役に立ったかな。Thank you.
切り替えがありそうだ。くらえぼう容赦しない。消えない傷を刻んで果てろ。リーサルペイン、そこだ。くらえ尽くせ。しだれぼ、カレーがいない。いけねえか、いけねえか。消えない傷、消えない傷、消え冷却、消え冷却、電撃戦、つむじごま、消え冷却、容赦しない。消えない傷を刻んで果てろ。リーサルペイン、消え冷却、そこだ。食らい尽くす、消え冷却、好きにさせ、消え冷却、捕らえられない、消え冷却、酸が弱水、消え冷却、消防中、とどめ、ラッシュストライク、しだれ星、しまった。はぁー、三の方、消え冷却、そこよ。レイ一撃、飛燕冷却、超神、ザノクロ、飛燕冷却、飛燕冷却、飛燕冷却、飛燃冷却、鎧の、鎧の、鎧の、飛燃冷却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 、この距離なら外しはせん。ゼロの方、吐く、飛燃冷却、飛燃冷却、飛燃冷却、効果的、飛燃冷却、超神、飛燃冷却、捉えられまい、飛燃冷却、飛燃冷却、呪い、ガンザン滅災神、三の方、効果人、三の方、食らいつける、三の方、飛燃冷却、とどめ、天に届け、やられるわけにはいかない。なんとか倒せたね。未熟だな。え、このゴーマはなかなか手ごわかったでしょ。俺の腕がだ。こいつ程度しぐれなら一刀で両断していた。でもしぐれ様は大太刀で、あなたは小太刀ですから。いや、あいつは小太刀で大太刀と同じことができた。まさか。いえ、しぐれならできるでしょうね。ああ、実際にやられた。聞いてもいいか。構わん。俺の家のことは教えたよな。うん。長男のしぐれは先代の後を継ぎ、蘭月家の当主として一族を仕切っていたんだ。だが3年前、しぐれが謀反を企んでいると噂が立った。主君はすぐさま上位討ちの命を出した。上位討ち、主君による処刑命令じゃの。疎まれてたんだ。強さにしか興味がないあいつは、ずっと主君をないがしろにしていたからな。そのうってはまさか。そう、俺だ。蘭月流に勝てるのは蘭月流、そういうことだ。実際に俺はあいつの技も癖をも全部知っていた。その上で時と場所を選び抜いて仕掛けたんだ。なのに負けたんじゃな。そうだ。しぐれは大太刀で切りかかった俺を小太刀で翻弄しやがった。あの時俺が鍛えた技はあいつに全く及んでいなかったんだ。素直に認めるのね。認めるしかなかった。あいつは俺の太刀を弾き飛ばして笑って言ったんだ。もっと精進しやがれと。悔しかったさ、己の弱さが、未熟さが、自分を切り殺したいほどに、傲慢になるほどにな。六郎。結局しぐれは逃げ、俺は主命を果たせなかった罪で捕らえられ、監獄島に送られた。そこでわしらと出会ったんじゃな。自分の兄を殺せなかったことが悔しいか。イカれているのはわかってる。だがそれが俺なんだ。責める気なんてない。私はあんたを利用するだけよ。敵を切ってくれればそれでいいわ。やるさ。俺はそういうゴーマだ。
作戦。